は鈴鹿フェニックスですね。違う。怖い。じゃあここにいますね。はい。短距離で活躍した馬ですね。スプリンター。はい。で隣にいるのはね今度、ダート土の上で、ね、走ってた、元チャンピオンのタイムパラドックス。はい。なので甲子園のような土のグラウンドの方が強いかもしれない。で隣にいるのがね、一番有名なここで、馬の、ウィニングチケットです、ね。はい。もう誰でも知ってる本当ファイターズで言ったら誰になるんですかね。小笠原さんになるんですかね。誰。失礼します。浦川って何ですか？一つ一つの、なんて言ったら、生きてるものとかっていうものにすごく大切にしてるなって。海辺に見える夕日の光とかもめちゃくちゃ綺麗で、街がコンパクトな感じなのですごく過ごしやすいなって。田舎すぎるとか多分みんな思うと思うんだけど、帰ってきた時にふるさとの感じっていうのをすごく多分出してくれる街なんじゃないかな。